しかしその角をつかむには必然的に体をつかまる。そうはいかん。必ずこの手で力いっぱい抱きしめてやる。地球のためです。僕がやらねば誰がやる。しかし角を使うには体を使わんと。そうはいかん。必ずこの手に抱きしめてみせる。地球のためです。仕方ない、やりましょう。俺という男はな、バカにされればされるほど燃えてくるんだ。一夜のちぎりってのが魅力なんだよ。あとくされなくって。俺という男はな、バカにされればされるほど燃えてくるのだ。一夜のちぎりってのが魅力的なんだよな。あとくされがなくて。そんなわけあるか。嘘だろ、ラム。嘘だよな。こんな人形一つ残したラムのアホ。何も言わんで帰ることないじゃないか。ラムのアホ。そんなわけあるか。そんなわけあるか。ラム、嘘だろ。こんな人形一つ残して。ラムのアホ。何も言わんで帰ることないじゃねえか。なんだ、いたのか。そうか、いなくなってさっぱりしとったのに戻ってきたのか。残念じゃ、全く残念じゃ。なんだ、いたのか。いなくなってさっぱりしとったのに戻ってきたのか。残念じゃ。いつまでも抱きしめちゃって。せっかくだからラムと結婚したら。そうよ、アタル君が悪いのに。ラムの色化に迷って引き受けるから。何よあんな子、ちょっとグラマーなだけじゃんな。アタル君、勝ったら結婚してあげる。バカ、私あなたが一生引かれ物で暮らすのが耐えられないのよ。わからないの。あなたが悪いのよ、ラムの色化に迷って軽々しく引き受けるから。タル君、勝ったら結婚してあげる。違うよバカね。私、アタル君が一生日陰者で暮らすのが耐えられないの。帰ろうかしら。でも運命には逆らわない方が。けれど私にはそんなことできそうにもない。でもツバメさん、セーラー服に弱いのかも。等以上の年の差についていけるかしら。帰ろうかしら。でも運命には逆らわない方が。どうしよう。ツバメさんが運命の人？私困る。そこそこ年上だし。いいのよ、いいの。昨日のお礼がしたかったのよね。ありがとう。よくわかったわ。もう帰りなさい。いいのよ、いいの。昨日のお礼がしたかったのよね。ありがとう。よくわかったわ。もう帰りなさい。あれは我が面堂家の自家用重爆撃機だ。僕の名は面堂周太郎。第一日目から遅刻とは面堂家の対面に関わる。よって格のごとき市議に相なった。その通り、面堂ですが。何か。あれは自家用ヘリです。何しろ初日から遅刻しては面堂家の対面に関わりますからね。信じられんな。君のように美しい人が。どうか気にしないでください。あなたの笑顔が最高の償いですよ。さ、笑って。信じられないな。君のように美しい人が。どうか気にしないでください。あなたの笑顔が最高の償いですよ。笑って。負けた。うやむやのうちに負けた。例のものをこれ。あんなアホに負けたとあっては面堂家末代までの恥。黙って行かせてくれ。そんな。この愛の重さに僕は押しつぶされそうだ。負けた。うやむやのうちに負けた。あんなアホに負けたからには死あるのみ。この不始末、面堂家末代までの恥、止めてくれるな。情けは無用。無念。わあ、暗いよ、狭いよ、怖いよ。ああ、わあ、
お主はそういういい加減な性格だから、もののけに取りつかれるんじゃ。そなたの面相を見れば一目でわかる。長いことお巫女をやっているが、お主ほどの悪相を持った男は初めてじゃ。そういういい加減な性格だから、不幸なことばかり起こるんじゃ。顔の相を見れば一目でわかる。長いこと巫女をやっとるが、お主ほどの悪相を持った男は初めてじゃ。やかましい。虫歯が突如口内炎を併発してリンパ腺が腫れ上がったのじゃ。ささっと終わらせて歯医者に行かねば。ダメじゃダメじゃ。痛くて精神統一ができん。たたりの一種じゃ。突然虫歯が口内炎を併発しよった。早く終わらせて歯医者に行かねば。痛くて精神統一できん。おそらくこれを愛用していたボクサーの念がこもったのであろうな。実に不思議なグローブよの。これは愛のクリンチグローブといって、やはりこのグローブには怨念が宿っているらしいな。なに、そんなアホなことがあってたまるか。貸してみ。なに、そんなアホなことあるか。私に見せてみ。ここで浜茶屋をやるんだぜ。うちの場合冬なんて惨めだぜ。本当に。だってよ、たまんねえぜ。実際うちの場合一年中ここで浜茶屋やるんだぜ。冬なんて惨めだぜ。本当に。ひだひだスカートを翻して笑いさざめく姉ちゃんたちを俺は何度羨望の眼差しで見送ったことか。今セーラー服が俺のものになろうとしている。ひらひらスカートを翻して笑いさざめく姉ちゃんたちを何度羨望の眼差しで見送ったことか。今セーラー服が俺のものになろうとしている。親父、勝負だ。行くぞ。親父、勝負だ。行くぞ。彼、本当に素敵だったわ。結局、あんたが婚約しちゃったけど。じゃあ、がましらん、なれなれしようすな。考えてみれば、わし、お前に復讐するために来たんじゃ。それがなんで嬉しそうに思い出話せなならんねん。彼、本当に素敵だったわ。結局、あんたが婚約しちゃったけど。じゃあ、がましらん、なれなれしようすんな。わし、お前に復讐するために来たんじゃ。それがなんで嬉しそうに思い出話せなならんねん。ラムちゃん、一体誰が映ったのよ。なんで目そらすんや。まさかレイさんやないやろな。こら、ラム、答えんかい。ラムちゃん、誰が映ったのよ。これ、なんで目そらすんや。まさかレイさんやないやろな。こら、ラム。うちのお母はんきつい人じゃった。わし帰ってから散々どつき回されたんじゃい。あの、デラックスプリンアラモード。怒られよう思って注文したんじゃい。うちのお母はんきつい人じゃった。わし帰ってから散々どやされたんじゃ。あ、プリンアラモードください。怒られよう思って注文したんじゃ。ラムちゃん、ちょっと。オンドレア、どういうつもりじゃい。こそこそ覗き腐って。はは、読めたで。ラム、オンドレ龍之介に惚れとるな、この浮気者が。ちょっと、どういうつもりじゃ。こそこそ覗き腐って。読めたで、ラム、オンドレ龍之介に惚れとるな、この浮気者。失礼、防寒コートを脱がせてくださいな。お話の続きをどうぞ。失礼、防寒服を脱ぎますから、お話の続きをどうぞ。まあ、どうなさいましたの。ああ、すげえお上手ですのね。でも、あなたにはランプさんが。あれ、そんな理不尽な。
まあ、どうなさったのご主人様。あ、いけません。何をなさいます、こんなこと。あなたにはラムがいるではありませんか。あー、理不尽な。なんですって。失礼な。どうして私がスケバンなの。やっぱりこういう友達を持つとそういう目で見られてしまうのね。なんですって。失礼な。なんで私がスケバンなの。やっぱりこういう友達を持つとそういう目で見られてしまうのね。よかったこと、ケリもついたし、お茶でも飲みましょうか。おいしい。よかったこと、ケリもついたようだし、お茶でも飲みましょうか。はあ、おいしい。お前鬼組のやつじゃないか。いいのかよ、女房の目の前だぜ。そんなにかい。なら食ってもいいぜ。うわ、なんだてめえ。いいのかよ、女房の目の前だぜ。そんなにいいかい。食ってもいいぜ。おっす、勝手に上がり込んで風呂借りたぜ。もうここんとこ忙しくてよ、風呂に入る暇もなくて参っちゃうぜ。ちょっと探し物があってな。おっす、勝手に風呂借りたぜ。もうここんとこ忙しくてよ、風呂入る暇もないくらいでよ。大変だのなんのって。ちょっと探し物。ラム、熱電撃食らわしてやんな。うんと熱いやつな。てめえら鎖と心中しな。やれラム、熱電撃食らわせてやんな。うんと熱いやつ。てめえら鎖と心中しな。やれラム。弁天様の鎖やな。そんじゃそこらの安物とは作りが違うんだ。弁天様の鎖はな、そんじゃそこらの安物とは作りが違うんだ。やったぞジン。やったやった。ジン、見てくれ、いる男だ。私は人生の賭けに勝ったぞ。やったぞ、色男だ。理想の婿が見つかったぞ。さあ婿殿の今すぐちぎろうぞ。わしは行参考なしたいのじゃ。なんだ貴様、いつの間にまだつきまとうのか。出てけ。お前の思い出話などどうでもよい。早く掟の根拠を説明せんか。貴様出ていけ。お前の思い出話はどうでもよい。早く掟の根拠を説明せんか。たとえ中身は同じでも入れ物が違えばよい。わしは面食いなのだ。どうなるというのじゃ。中身が同じでも入れ物が違えばよい。わしは面食いなのだ。どうなるんだ。わしは情けない男は好かん。こうなったら強く賢くたくましい色男を絶対に探してみせるぞ。わしは情けない男は好かん。もっと強く賢くたくましい色男を探す。ラムちゃん、わーい、わーい、ラムちゃん、わーい、わーい。僕、ラムちゃんのいとこのテンちゃん。お姉ちゃんとっても綺麗や。僕、テンちゃん、よろしゅうに。姉ちゃんたちとっても綺麗や。何言うてんのや、しのぶ姉ちゃん。運命には逆らえへんで。しのぶ姉ちゃん、今見た男と結婚せにゃならんで。何言うてんのや、姉ちゃん。運命には逆らえへんで。姉ちゃんは今見た男と結婚せなならんねん。なんや知らんけど不穏なムードになってきたな。こりゃ逃げるが勝ちや。なんや険悪な雰囲気やな。逃げるが勝ちや。お待たせ。うちがお前の相手をするラムだっちゃ。うちはそう簡単には捕まらないっちゃ。こいつがうちの相手かよ。うち、ラムだっちゃ。そう簡単には捕まらないっちゃ。そうか、わかった。お前がそこまで言うんなら結婚してやるっちゃ。うちここでダーリンと一緒に暮らすっちゃ。どうして。うちら夫婦だっちゃ。夫婦が同居するのは当たり前だっちゃ。
わかった。そこまで言うなら結婚してやるっちゃ。うち、ここで暮らすっちゃ。夫婦が一緒に住むのは当たり前だっちゃ。よろしく、ダーリン。当然だっちゃ。うちらは夫婦だっちゃ。ね、ダーリン。このリボンだってダーリンがつけてくれたっちゃ。羨ましいけ。当然だっちゃ。うちらは夫婦だっちゃ。ね、ダーリン。このリボンもダーリンがつけてくれたっちゃ。羨ましいか。がーなっちゅ、離れろ、許さん。うー、真珠だっちゃ。三角関係を生産するっちゃ。わしの名はさくらんぼと申す、とある子さんや奥さん、チェリーと呼んでくだされ。わしは旅の僧、さくらんぼじゃ。チェリーと呼んでくだされ。息子さんはこの世に凄まじい執着を持ったまま亡くなった。供養して成仏させてやろうの。息子さんはこの世に凄まじい執念を持ったまま他界された。供養して成仏させてやるのが仏の道というもの。この手の霊を慰めるには食事をあげて供養するのが一番。仏壇の前ですき焼きパーティーをぶちかますのじゃ。この手の霊を慰めるのはセガキに限るぞ。仏壇の前ですき焼きパーティーをぶちかますんじゃ。